つげよしると僕は、1977年6月に、小文社より刊行された、漫画家つげよしるの随筆集。つげよしると僕に登場する、やわたみさき。旅のイラストや旅行記、自らの漫画の成り立ちを語った、僕の漫画作法や、夢日記、老い立ち、反省、密航、自殺未遂、貧困生活などを綴った、断片的回想記、密航。 犯罪、空腹、宗教などが収められている。また、夜がつかむ、退屈な部屋の二辺の短編も収められている。表紙には、ネジ式厳選館主人、赤い花、もっきり屋の少女、本屋らほらの弁算、大場電気と金工業所のコマが散りばめられている。また、表題である、杉義春と僕は、杉自身の命名ではなく、編集者のつけたものであり、 つげ自身は気に入っているわけではないことを後に告白している。つげ義しが幼少期を過ごした大原漁港、ねじ式の舞台と言われる、ふと海の海岸沿いの小道ふと海海岸大原のつげ、義しが幼少期を過ごした家のある、付近諸藩、つげ義しと僕は、以下のような構成となっている。ねじ式の着想の裏話や、大滝の旅館被災披露での出来事が語られている。 告げの見た夢が脚色せず、綴られている。初版では1968年から1976年までが、収められたが、審判、告げよしはると僕では1986年から1987年までが、追加された。1967年から1972年までの12点から、なる白黒の旅のイラストレーション集。追い立ちや、 桜乱状態で死んだ父親のこと、自身の最も古い記憶、母親と過ごした千葉県大原での出来事。その後、葛飾の戦時の小学校時代、疎開先でのこと、この頃患ずった、赤面恐怖症のことなどから始まり、メッキ工場での就業の様子、岐阜のこと、赤面恐怖症を克服するため赤線で、初体験をすることから、 漫画家として自活資金市長のアパートで暮らすまでを描いている。僕は今でも海を眺め潮の匂いを嗅ぐとなんとなく胸がドキドキと騒ぎ出すような気がするのはの独白で始まる密航未遂の天末期。次は1987年3月密航体験を題材にした自伝的作品海へを発表。貸本漫画時代の対人恐怖症を 主な症状とするノイローゼと貧困生活や、売血のこと、江戸川乱歩、ポー、谷崎純一郎、萩原作太郎、佐藤春夫、ドストエフスキーへの系統やこけしと呼ばれる女性との同性生活、また、その後のガロの社長である永井氏や水木茂との開校について研究。また、大家に勧められある宗教に入信すること。 水木しげるの下で働くようになるまでの経緯について語られる。東北の当時場である夏、油温泉、八万体の虫の湯、セミ温泉、今上温泉についての旅行記。審判、杉義春と僕では、自殺未遂、四つ倉の生、万引きが書き加えられ、前述のように夢日記も追記された。また、湯源行と題された杉義春の絵と、詩人の章津とによる、 し、エッセイのコラボレーション作品が34ページ追加されている。ありがとうございます。